はい、こんにちは。早速ね、もう推理の時間始まりましたよ。やっていきましょう。現場にない指紋、殺人事件じゃなさそうだな。おはよう、ジニー。おはようございます、ボス。何やってんの？もういいよ、俺事件が解けただけだからね。ん、どうした？ええ、大丈夫ですよ、ボス。大丈夫っつってんだから大丈夫じゃない？もういいんじゃない？本当に？もういいよ、俺事件解きたいもん。ええ、大丈夫ですよ、ボス。俺治ってんじゃん。少しおかしいぞ、ジニー。いや、昔の家電は叩けば治るっつじゃん。なんかそういうやつよ。叩けば治るんじゃない？スミノさんからの依頼です。産業スパイ事件らしいですね、ボス。好きでしょう、こういうの。嫌い。もう産業スパイなんか思んねえよ。きっと死ねえよ。うん、探偵らしい事件だね。気のせいだったかな。探偵らしいかもしんねえけどよ、俺は殺人事件が解きてんだわ。スパイといえば、今日は検索がいないから話しますが、検索には気をつけてくださいね。気をつけてください。で、今休業中しねえ。いいんだよこういうの。うちの顧客情報を外に流したりしないように、視界を立てさせるくらいしてください。そんなことしてんの、あいつ。あれは嘘はつきませんが、勝手な思い込みや出まかせをペラペラ喋りすぎます。うん、大体ですね、ボスは検索を甘やかしすぎです。そもそもですね、ひー、助けて。いつものジニーに戻っちゃったよ。知らねえよ。あ、スミノさん。スミノちゃん。スミノちゃんではないな。国内の最大手探偵社である MS 社に勤務はしているが、彼の職業は探偵ではなく、何？ MS 探偵社のホームページのメンテナンスと窓口業務である。なるほどね。つまり、日に何十件もやってくる依頼や相談のメールを処理し、そのうちの何事件といえば聞こえがいいが、つまりは大手が引き受けるにはあんまり割の合わない仕事をこの事務所に回してくれるのだ。まあたまにはやりがいのある本物の何事件が回ってくることもあるんだけど、お待ちしていました。依頼を聞かせてください。まあ聞いてやるか。いや、早速話すよ。うん。郵政事業の民営化に伴い、うん、南東京市の郵便物のほとんどを受け持つ宅配業者三毛猫運輸に、三毛猫運輸、黒猫、派遣会社から3ヶ月前にやってきた女子事務員がいたんだが、3日前に失踪してね。失踪。その後調べたら、顧客データなど重要な情報が盗まれていたんだ。管理ガバガバかな。派遣会社に登録された女子事務員の経歴は全て架空のもので、うんうん、明らかに産業スパイですね。うん。同じようなケースが MS 社には何件か来ている。どうも同じ人間らしいんだよ。手口が全く同じでね。で、どうにかしてこの産業スパイ X の指紋を採取したいんだ。指紋？まあ、間取り図を見てくれ。間取り図。おーし、なんかぶっさいくな猫だな。何で調べるか、とりあえず支店長の机。なんか久しぶりに調べる気がするな。これは金庫。重要書類が入ってるが盗まれた形跡はない。これは開けない。辛辣だな。給油室、冷蔵庫か。給油室か。窓口業務用の机。入り口のドア。指紋が欲しいんだよね、こいつの。コピー機。まだコピー機とかドアとか、そいつの机とかは、あ、そうそうそう、なんかこいつ一人はぶられてねえか、この席。まあ、みんな二人でこう座ってるのに、こいつだけ一人、寂しそう、かわいそう。ここは関係ない。給油室の扉、あと1個か。あと1個なんだろ、こっちか。社員1と2の机。指紋さえ手に入れられれば手がかりにもなるし、再犯も防げるはずだ。防げるかな。防げないと思うけど俺は。
支店の職員も協力するから、まず話を聞いてくれ。ねえ、派遣会社から派遣するのに指紋の登録とか多分しねえもんな。情報をアクセスするのに指紋認証がいるって言うんだったらまた別だけどさ、顧客データにね。誰にインタビューする？支店長。はい、指紋は一応全部調べました。うん、はい、でも身の回りの指紋は全て消され、小物も全て処分されていました。皆さんもはいって言い始めないとダメなのこいつ。この宅配会社では入社時に社員の指紋も登録しているのですが。ああ、なるほどね。入社時に登録した指紋は偽物らしいんです。どうやってやったのか。偽物らしい。はい、左右の5紙全部目の前で押させましたよ。その喋り方ムカつくな。ずっと見ていましたかって。はい、少しだけ得意先からの電話で席を外しましたが、 1,2 分ですよ。イライラさせんね、あんまり。社員1。ああ、あの子スパイだったんだってね。ちょっと可愛かったのに。そういえば書類一般を扱う時には編集用のポリエチレンの手袋をしていたのは少し怪しかったかな。手袋。でもそれくらいはよくあるよね。書類が汚れないように気遣いしているんじゃないかって思ったよ。まあでも実際は指紋を残さないようにしてたと思う。まあそうだよね。社員に最後に仕事を頼んだのはいなくなる1週間くらい前かな。1週間前。上に提出する企画書がすごく忙しくて、お茶組みの途中だったあの子を捕まえて手伝わせたよ。トナーはなくなるわ、用紙は切れるわで切れそうだったよ。あの子が悪いわけじゃないのに怒鳴りつけたりしてね。クソ野郎じゃん。俺こういうやつ一番嫌いなんだよなんか理不尽に切れてくるやつマジで嫌いなんだよな俺。でもスパイだったんだよね。それは結果オーライってやつよ。こいつ嫌いだな、このクソメガネ。バイトを埋める。ずっと手袋をしてたかって。それじゃあ怪しすぎるわよ。普通の OL なのよ。普段はもちろん素手だったわ。普段は素手。当然給湯室の周りは全部 MS 社の人が調べてたけど何も出なかったわね。なんだろう、拭いていったのかな。さて、指紋を残しそうな場所は。知らん。お前聞いてたか今の話。給湯室には指紋がないって言ってたんだぞお前。まだちょっと情報足りなくないか。お前何聞いてたんだお前。待てよ、でもコピー機はどうのこうの言ってたな。コピー機か。そうですよ、コピー機なんですが、その中でもそうですって誰に言ってんの。ちょっとどうした急に。お前何と会話してるんだ。その中でもトナーってこと。トナーがどうのこうの言ってたけど、トナーってこと。そこにはありません。スパイが後で拭き取ったはずです。知らねえわ。ちょっと待ってくれちょっと推理するか。なぜかコピー機が今怪しいとこいつは言ってる。でトナーと容姿が切れていた。で指紋が残る。用紙を交換した時に指紋がついている。多分操作部とかは拭くよね。蓋は分からんけど用紙とかじゃない。用紙？なぜだ。分かんない。スパイは慎重に指紋を残さないように配慮していましたし、仕方なくつけてしまった指紋は後で消していたのだと思います。しかし彼女は企画書騒ぎの当日、お茶組の帰りに呼び止められ、怒鳴りつけられながら、トナーと用紙の補給をしました。そこで、指紋はついたはずです。特に、用紙は重いですから、しっかりと捕まねばなりません。トナーの指紋は、後で消したでしょう。しかし、用紙は…そうか。企画書になって本社に行ってしまったんだ。あー、なるほどね。ファックスとかじゃないんだ。本社の企画書を全部当たってみるよ。ありがとう。大変そう
何十枚何百枚ぐらいあるんじゃない？大丈夫？めちゃめちゃ大変そう。でそれ全員の指紋照合するんでしょ？指紋の登録はどうやってごまかしたんだ？おそらく指紋登録用紙をあらかじめ入手し、嘘の指紋と時効を記入したものを支店長の隙を見てすり替えたんでしょうね。プロの産業スパイだったら楽勝でしょう。そんなの用意できるの？それ用意できるんだったら顧客データも盗めるんじゃない？わかんないけど。実は前から追っていた容疑者が何人かいるんだ。そのうちのどれかがここの指紋と一致すれば格段に捜査が進むんだけどね。これがそのサンプルなんだけど。ああこれね。一致するといいですね。もう終わりかこの事件。なんかドラえもんいる。さあコピー7部を全部当たって社員以外の指紋を発見したよ。こいつの顔ぐらいの後ろにドラえもんがいた。ドラえもんじゃないのかな。ドラえもんがいたんだけど、まあいいや。コピー7部を全部、7部でよかったんだ。早いですね。でもさっき見せた指紋 ABC とは一致しないんだ。さっきのサンプルはどういう方式で採取したものですか？古典的なアルミコとセロハン法だけど。今回採取した指紋と合わせてちょっと見せていただけますか？これが今回の指紋だ。比較の対象になる特徴点はどこだと君は判断する？特徴点？特徴点って何の話してんの？ここは関係な、何？指紋の関係性って何？あれかな、このなんか真ん中のやつとかさ、中心点、あとここはこのなんか沈んでるところ関係ないか。この境目は関係ないか。これはこの三角形、島と呼ばれる部分と関係ない。あとなんかある？これじゃない？このなんかこのなんかこのつながってるとこじゃない？これほら、つながってるとこじゃない？これ。おいマジで、ちょっと待って、めちゃめちゃ範囲狭くない？屈曲点だよな。なんかつながってるこのなんかこの辺めちゃめちゃ範囲狭くない？ここも別に屈曲点じゃないよ。違うのかな、わかんない。あとじゃあどれだ、ここはこのなんかほら視点と呼ばれる特徴点。この指紋は最も鮮明だった右親指のものだ。サンプルも全部右親指だ。右の親指。過去のサンプルのどれを見たい？サンプル A。全然違うね。過去のサンプルのどれを見たい？サンプル B。似てるといえば似てるけどって感じかな。似てるといえば似てるな、 B が。 C。 いやこれじゃない？なんかひっくり返ってるだけでこれじゃない？もう俺にはこれが鏡越しの指紋にしか見えないんだが。過去のサンプルのどれを見たい？もういいよ。だってこれ C じゃんじゃん。残念なことにこの中には一致する指紋はないだろう。がっかりだよ。あったことない？あれ鏡越しになってるだけじゃない？いいえ、ありますよ。え、本当？まさか。あったよね。このサンプルを採取したのは MS 社員だけど。 MS 社員、この社員は裏切り者？うっかり者？何の話？何の話してんの？全然わかんない。ちょっと待って、何の話してんの？あれか？指紋をアルミ箔でこう押し付けて、まあ採取するときにそのセロハンで取るじゃん。でそれをひっくり返して提出しちゃったってことかな。うっかり者ってことかな。経験が浅いようですね。しかもうっかり者です。見ない。だってそういうことじゃん。 C でしょ？ C の部分が裏返しになってるぞ。
ほら、セロファン法だとたまにミスがあるんですよ。セロハンは透明ですから。え、気づけお前、これは気づいてくれ。あ、撮影するときに逆に撮ってしまったのか。ああ、MS 社は恥だ。恥も恥よ、こんなの気づかない。お前も大抵だからな、言っとくけど。小学生でも気づくよ。逆だって言うよ。お気に入んな。さ。なんか始まったな、もういいよこれ。まあ、お気になさらずに。どうしたんだい、秘書さん。偽人だっけ、偽人の王様がどうのこうのとか言ってたじゃん、あの猫が。なんかその辺のくだりあんま興味ないんだよな、俺。ちょっと調子が悪いんです。検索のウイルスが移ったんじゃないかと心配なんですが。大丈夫です、警察のウイルスチェックにも引っかかってませんし。んー、まあ念のため森脇博士を紹介するよ。 MS 社の偽人犯罪顧問なんだけどね。偽人犯罪顧問、偽人精神科医としても有名なんだ。ブレインコピーの偽人には特有の精神症状が現れることがあるらしい。どんな症状なんですか？いや、僕は素人だからよく知らないけど。じゃあ、あんま喋るな。あんま期待も出せるな。わかりました。えなみさんとも話を通しておきます。よろしくお願いします。本当に大丈夫ですったら。それより、さっきの検索の件ですが、大臣の情報とかが漏れたら大変なことになるんですからね。そもそもですね。説教モードに戻っちゃったよ、すみのさん。戻ってきて。おまかんの今度が一番いらねえんだよな。もうさっさと次の事件行きたいんだよ、俺。クソみたいな事件だったな。もうな、なんだよ、こんなのさ。ちょっと考えれば誰でも、これに関しては俺切れるぞ。最低の事件だったな。次は頼むぞ。面白い事件来い。マジで思んなかったぞ、今の。もうなんか、ゴミのような事件だった。あんまこういうこと言いたかねえけどさ。ひどかったぞ、今のは。もっと俺を、こう、楽しませてくれるような事件ないのかな？人とか死なねえかな？どこにもいない。絶対これ人死なないな。もう。頼むって。殺人事件を俺に解かせてくれ。おはよう、ジニー。ツイッターの俺か。毎朝おはよう、おはよう、おはようって。始まり、おはようから始まってさ。本当に。ツイッターの俺じゃん。おはよう、探偵くん。実は身元調査をお願いしたいんだが。お断りします。殺人事件やお断りです。わあ、誰だ。キャラ。キャラ設定。あ、住野さんと同じ発信元なのに。誰だよこのじいさん。わしも住野じゃが。あ、もしかすると MS 社の会長さんですか。やはり会長か、こびとくか。さあよ。あのバカの祖父でもある。バカ？身元調査なら住野会長の MS 社の方がずっと得意な分野なんじゃないですか。そんな偉いジジイがにゃんでこんにゃしょぼい事務所に偉いするのにゃーって、検索がいれば突っ込んでるところね。びっくりした、バグったのかと思ったよお前が。あ、住野さんでさっきのやつか。確かにあいつバカだったな。そんな偉いジジイがなんでこんな小さな事務所に依頼してきたのだろうと思ってるじゃろう。別に思ってねえよ俺は。ああ、殺人事件じゃねえのかしか思ってねえもん。ドキッ。さすが日本一の MS 探偵社の会長ね。大した妖怪だわ。対象者が君の町内なんてね。ほれ、例の行き倒れがいたろう。行き倒れ、あ、瀬田谷さんだっけ。あ、放火犯にされそうになった瀬田谷老人ですね。町内で時々見かけられていたのに誰もその身元を知らないのじゃ。我々 MS 社の者が本人に接触を試みても
全部拒否されている。確かに怪しいな。わかりました、やってみましょう。ありがたい。今までの調査資料は送る。手付けは半金振り込んでおく。頼んだよ。まあやってみるか。あ、ドラえもんじゃなくて検索かな。うん、さてどうしようか。不思議な依頼ですね。うん、なぜ行き倒れのホームレスの妹を調べたがるのか。なぜ会長直々の依頼なのかも不可解です。確かに、案外噂の美人秘書を見に来ただけかもしれないぞ。もうバカなこと言ってないで、仕事です。あ、仕事な。ともかく町内ホームページを見てこ見てこよ。みなみちゃんに会いに行こう。それでちょっとは面白くなるんじゃない。掲示板だ掲示板。お前ら何してる。放火犯捕まったな。花屋はほっとしてる。瀬田谷って誰だったの。ホームレス海浜公園の商店街をうろついてんの何回か見たことがある。あらつゆ、ゴミ漁るなよ瀬田谷。金持ちらしい、パソコン持ってるのが見た。20年前のパソコンってレアなんじゃない。ゴミ漁ったりしません、かなりインテリと見ました。なんか品があるしね、わら。俺こないだバイク直してもらってめっちゃいいやつじゃん。俗が情けねえな。おい、確かに丸丸ってついてるから、これあれだよね、ナタ大使だよね。用を捨てた元大富豪ですが何か。こいつ絶対偽物じゃん。朝商店街にいるんだよ。友達となんか話してた。個人名を出すのやめてください。朝早いってのは魚屋、豆腐屋、花屋、八百屋、新聞屋の誰かがお友達だな。なるほど。ホームレスのリーダー、大臣とも顔見知り。市民のための掲示板です。嘘の書き込みは削除します。みなみちゃん、みなみちゃん、でもこの中どこだ、この瀬田谷さんを名乗る人、これ削除できてないよ。頑張れみなみちゃん。メディアニュース。放火事件犯人捕まる。うん、あ、佐野陽子でよかったんだ。 K さんに聞きました。店舗を新築したばっかりはすごい心配でした。あいつは、あの町工場の人は捕まったの。あいつも、あら、つゆ、水不足、金魚は千市場、廃業。魚市場か。新魚市場か。新魚じゃないね。魚市場ね。見学の申し込み、老人保護。瀬田谷健二さん、通院。廃棄でも、ホームレスだから、まあ、身寄りの人とかはいないんじゃないかな。こんなもんか。メディアマップ見ても仕方ないよね。だよな。こんなの見たってな、仕方ねえもんな。なるほどね。瀬田谷老人は朝の商店街と関係があるらしいな。食べ物には困っていないらしいですし、お金もあるみたいですね。確かに。しかも中田中大臣とも何か面識がありそうな。ともかく相当なくせ者じゃないかな。くせ者といえば、うちのくせ者は変なこと口走ってましたね。あの猫か。検索は病欠か。この間気になることを言ってたね。あの時のセリフ覚えているね。リピートしてくれ。リピート。あれは最後の手段なのにゃ。あれは最後の手段なのにゃ。なんか機械にはバックアップが決まってるとか。機械の掟でバックアップから復活できるのは回数が決まってて。ねえ、あの擬人王様がどうのこうの言ってたっけ。あ、こんなこと喋っちゃいけないんだ。擬人王様、ごめんなさい。
これ大事なのかな。俺あんまこのなんか偽人の話興味ないんだけど。バックアップの回数制限、偽人の王様、議会、議会のことかもしれませんけど、出任せか、あるいは単に混乱していたんじゃ。偽人は嘘はつけないはずだよ。前にも三途の川みたいな話もあったし、やつには謎が多いな。それより世田谷さんを調べましょう。あ、世田谷さんなんだ。世田谷さんじゃないんじゃないの？ないんじゃないのってなんだ？世田谷さんなのね。見かけはきちんとしているね。シャツはかなりボロだけど清潔で何回も洗濯されている感じ。でも何か鮮やかな黄色い付着物がありますね。あ、確かにペンキ塗料みたいなのあるね。商店街では特に早朝に歩いているところを何回か目撃されている。その正体と朝の商店街に行く目的は何だろう。海浜公園に住むホームレスじゃないかと推理するのが妥当だが。ボスが海浜公園に行って調べてくればいいじゃないですか。ああ、そっか。いや、僕が探偵であることは町内では知られちゃっているからね。そういえばそっか。ボスがいやいや参加している町内の早朝野球大会は海浜公園球場でしたね。早朝野球大会、8番ライト探偵ってもろアナウンスされちゃってるよ。どんなアナウンスなんだよ。世田谷老人は MS の調査を拒否したくらいだから、誰か面の割れてない人間に言ってもらった方がいいと思うんだ。うちは人間ボスだけですよ。しかも一匹病欠だし。でもいるだろ、こういう時喜んで手伝ってくれるおっちょこちょいが。もしかしてお嬢のこと言ってる？お嬢はダメだよ。中田中大臣の娘さんだよ。大臣の娘さんを使い走りに。なあ、大丈夫だよ。当然 SS もついてくるはずだし。連絡するの気が進まないな。検索なら平気なんだろうけど。大臣の娘、顎で使っていいのかな。あ、お嬢パス。はい、一号、ただいま任務を終えて帰りました。いつの間に一号になったのお前。二号です。無理やり二号にされちゃいました。君へ。今回の任務は困難を極めました。しかし我々は成果を持ち帰ったのであります。早く教えてくんねえかな。困難つってもやぶかに刺されたり自転車の二人乗りを注意されちゃったくらいなんですけど、これが住居の写真であります。住居の写真。うむ、ご苦労。君たちには南東京イレギュラーズの称号を与えよう。何それ、少年探偵団的なやつじゃん。ベーカーストリートボーイズみたいな感じ。それ、シャーロック・ホームズのベーカーストリート・イレギュラーズがネタですね。だよな。最初からそうやって遊びたかったんでしょ。へへへ、いい推理だ、ワトソン君。さあ、写真を見ようかな。もうなんかこいつの…こいつの人間設定が全然わかんない。老けてるのにお茶目だしさ、よくわからん、こいつの世界観というか、性格が。ざぶと、ここに何もない。パソコンあるよ。ノートパソコン。線は繋がっていないようです。無線 LAN とかじゃないのかな。電源やモデムは。こういうの検索が詳しいんですけど。内蔵じゃないのこれ。違うのか。ポイント変更。ノートパソコンじゃないのよ俺が。みたいな酒ペンとか。布団干したり豆ですね。豆。これは？なんだこの箱。パソコンを運ぶバッグですかね。バッグ。これは？なんだろう。これは素人写真によく写るあれですね。あ、撮影者の指か。あと、なんか笹の藪。怪しいものはないですね。あ
だろう。このなんか窓みたいなのは？テントか。ゴミ袋。家財道具。結構物持ちなんですね。物持ち。このロープは？何もない。これは？洗濯物。洗濯物。世田谷さんの服についていた鮮やかな黄色いものは結局何だったんですかね。ああ、あれね、何だったんだろうね、はい、その謎の黄色のなんとかは2号が採集してまいりました。お、マジで。ああ、1号に命令されてあの辺のヤブ歩いてたらくっついてきちゃったんです。後で見せますよ。うんうん、あと何だろう。ん、あれか、ここに何もない。トークとか、ここに何もない。あれ？あ、ビニールのテント。これって別のホームレスの住居だね。こんなもんか。推理するか。うん、テントがついてきたぞ。全然ついてない俺は。なんかいろいろ分かりかけてはいるんだが、検索がいないと今一つ踏み込みが甘くなりますね。あいつ結構有能だったんだな。検索先輩は不在でありますか。何このノリ。この子テンション落ちないな。うん、この間の騒ぎ以来ね。ともかく黄色い付着物を調べてみよう。とにかく拡大してみます。パソコン愛に寄ってください。花粉、胞子、カビ、それともその他の微生物。なんだろう、花粉っぽいけどね。こういう時に奴がいてくれたら。にゃー、はーい、お待たせー、検索復活ですにゃー。出たな、お前。あ、帰ってきましたね。帰ってきたね。帰ってくるとうるさいな。この黄色い付着物はユリの花粉にゃ。粘り気のある油分が多く、くっついたら簡単に取れないにゃ。ユリの花粉、ミチレンブルー色色。取れないの。取れる取れる、洗ったら。おい、検索サンキュー。妖怪病院は退院か。擬人王って人に直してもらったの。擬人王、誰がその言葉を喋ったにゃ。お前かにゃ。何言ってんのよ、あんたが勝手に話したのよ。擬人王はタブっぽいな。いいよ、俺もあんま触れたくねえから。検索が来たならさっきの写真ももう一度調べましょう。え、またおめんどくせえな。もう俺に推理させてくれよ。ズーガル、検索。またを調べたにゃ。ズームだ、ズーム。なんかすげえな、このパソコン。キーボードめちゃめちゃじゃねえか。検索。まあ普通のノートパソコンだね。あとはテントだっけ。テント、工事現場用ビニールシートにゃ。特に見るものはないにゃ。ねえか、数と。これは近所の人に聞いたら単に風が強い時の重しだそうです。重しね。あと指。なんだろう。これって。すいません。私の指です。調べ直しするんだったら1回目のいらなかったんじゃないか説が俺の中である。1回目のこの調べるの。いいタンスだな。下駄箱兼用だそうですが。下駄箱兼用。あとなんだっけ、布団だっけ。こういうのは洗濯物か。世田谷さんの服についていた鮮やかな黄色いものは結局ユリの花粉だったのにゃ。うんうん、これは笹のヤブ。検索。これはお写真を解析したにゃ。解析できるの、こんな荒い写真。笹に見えるのは笹ユリというとても珍しいユリの葉にゃ。ユリの葉、その花粉がついてたってことかな。ニールのテント。そうかにゃ。
推理だ。うん、見当がついてきたぞ。それさっきも聞いたよ、俺。さて、皆さんお待ちかね、シンキングタイムにゃ。やるか。でも確認のためにもう一度見ない見ない見ない。老人が早朝の商店街でやっていたのは、まあ花屋なんじゃない？ユリの花がどうのこうの言ったしさ。その理由はユリ。笹に見えたのは笹ユリというとっても珍しいユリにゃ。うん。花が咲くまでは笹とほとんど区別がつかないのにゃ。あーん、だからこの珍しい笹ユリを採取して花屋に売ってたとかなんかな。花言葉は希少ですね。栽培はとても難しく、マニア館では相当高価に取引されているようです。うんうん、そうなればジニ、花屋に話を聞いてきてくれ。ボスが行けばいいのに。私が行こうか。誰でもいいよ。いいや、ジニ行ってくれ。ま、いいですけどね。私この格好では出られませんから、着替えていきます。うん、着替え中。いらねえいらねえ、そんなあんま変わってねえじゃねえかあんま変わらんじゃねえか。あ、おかえりなさい。行ってくるって、でも擬人なんだよね。なんだろう、花屋のパソコンにペボンって出てくるんかな。花屋さん、何もかも話してくれましたよ。ほう、それじゃあ角野会長を呼んでくれ。おい、もう分かったのかね。分かったらしいわ分かったらしいよ。世田谷老人の本名は片岡力一からです。実は有名な生物学者です。 T 大の教授だったのですが、そんな情報どっから手に入れたのお前。最初にホームレスになったのが世田谷公園だったので、今も世田谷と名乗っているんだそうです。どういう理由でホームレスになったのかは分かりません。ともかく冷たい家族を捨てて自由気ままに暮らしつつ、希少種笹ユリを栽培してインターネットで全国に販売していたんですね。ああ、うちの玄関にもユリあったな。お母さんユリ好きだから。花屋さんには名義を借りて手数料を払っていたそうです。あー、なるほどね。花屋は蒸発者から商品を仕入れていたことを隠したかったろうしね。まあ、花屋の名義の方がね、信頼あるもんね。 MS 社の調査員も花屋には聞き込みしていたんじゃが、秘書さんが相手だと急にペラペラ喋り出したのはなぜじゃ。知らねえ。美人だから。まさか。ありがとう。そうだろ。それは放火が頻発してた頃、花屋さんが警察窓口ジニーに相談していたからです。だよな。町内ホームページを調べたら分かりましたよ。そんなのさっき覚えてねえや俺おお、府警さんと間違えて。そりゃ焦って何でも話すな。逆に話さないんじゃない？自分が悪いことしてるって意識があるんだったら。ボス、分かってて私を行かせましたね。着替えちゃったから花屋が傷がつかないかもって焦っちゃったよ。でもこれほどの美人を見忘れるはずないよな。でもパソコン画面なんだよな。それって反則じゃないの？分かんない。さあね、どうなんだろう。こういう場合、擬人には法律ないからな。お主もなかなか悪じゃんの。これからもあの頼りない孫をよろしく頼むよ。あ、世田谷じゃない、片岡さんからです。花屋から聞いたよ。とうとう本名と正体を見つけられちまったな。でもどうすることもできまい。どうすることもできないって、どうこうするつもりだったのかな。そりゃどうするつもりもありませんし。片岡さん、お久しぶりですな。あの時以来ですかね。知り合い。ああ、
あんたが糸を引いてたか。それほどお金にお困りではなさそうですが、ご就職はどうですかな。それは前にも断ったはずだ。まともな研究機関じゃないだろう。何を研究させられるんだか。 MS 社って探偵社じゃないの。俺たちは縛られない。俺たちは今の日本ではいないことになっているんだ。世界に冠たる文化国家日本には俺たちのような自由人間はいらないんだ。ほっといてくれ。でも俺たちが人並みに扱われる場所がある。ネット回線の中だ。もうすぐ選挙もネットで行われる。そしたら全国の俺たちみたいなのを集めて数万票の集票組織を作るんだ。できるかな。できるかな。そしたら俺たちは力を持てる。俺たちの意見がみんなに聞いてもらえるんだ。ネットの中だけだけどな。じゃあな。じゃあな。なんか俺がいないところで話してくれ。それあんま興味ねえんだよ、そんなの。一方的に喋って言っちゃった。若い人はいいの。青臭いことばかり言おってストーリーがさ、繋がってるんだったらいいけど、どうせ繋がってねえんだろ。単発で終わるんだろこのゲームって。知らんけどさ。この辺深掘りしたところでさ、繋がらねえじゃん。多分ホームレスになったのは政治的理由なんでしょうか。公園の中にもほとんど偽人みたいな連中がいるもんだにゃ。いっぱいいるよ今の世の中。ツイッターやってあんまり関わりとかなかったら、まあ、ほとんど偽人みたいなもんよ。面白い投資かもな。わしが金を出してみようかな。どうなんでしょう。アメリカではすでに老人やホームレスの政治圧力団体があって、それなりの力を持ってますが。そうなっていくのが世の流れか。偽人も組織を作っていくのだろうか。どうなんでしょう。偽人は無力じゃないかしら。パソコンから出られないか。偽人は金を持っておらんし、権力も望んでおらんからの。果たしてそうかにゃ。人間はホームレスでも選挙権持てるもんね。なんか自信ありそうだったにゃ。隠し玉持ってそうだったのにゃ。関係してくるのかなこの話。まあ擬人化した人間が社会問題化する前に、擬人そのものが国家統制の対象にされそうだけど。考えておかなきゃにゃ。なんか悪巧みしてるでしょ検索。正直だなお前。おいら嘘つかない。えへん。でもこれ以上質問されたら逃げちゃうのにゃ。いやー、若い人たちと忌憚のない話ができて楽しかったわい。そろそろ帰るかの。ああ、お構いもしませんで、これからもどうぞよろしい。ああ、そうじゃ。中田中さんのところの SS ファイン社はいろいろと問題があるようじゃな。ああ、それでな、どうじゃろう。シークレットサービスを MS 社に担当させてもらうよう口を聞いていただけないかな。これが本当の目的だったのね。さすがに MS 社会長だわ。自分とこの利益にね、しようと。いっぱいくれる。もちろんじゃと。もどうかな。そちらの可愛いお嬢さんにも口を聞いていただけないかな。本当にこの話後から関わってくるのかな。だってもうこれ9話目でしょ今。多分8話目か9話目でしょこれ。折り返し地点なんだよな。私の顔も知ってるのね。折り返し地点にしてようやくこの事件というかこのゲームの本筋に入ったってことなんかな。残念ながらそれはできません。どこの SS がいいのか僕には判断できませんから。若い人はいいの。
青臭いことばかり言いよってそれ気に入ってんのかなこのジジイそのフレーズしか言わねえじゃんお前壊れたポットじゃねえかお前ボケてんのかな。あ、お帰りになりました。いいんですかボス。いいんじゃない。よかったんじゃないかしら。どうせお母さん人の意見なんか聞かないもんね。うん、そうそう。隅の老人、このまま引き下がるとは思えないな。2件続けてしょうもねえ事件だったな。9話なんだよ多分これ終わったの。8話が終わったんだっけ、9話が終わったんだっけ。まあ何にせよね、そろそろ折り返し地点ではあるなよ。折り返し地点にしてようやくなんか本筋っぽいの入ったのかな。まあまあとりあえず今回この辺にしておきましょう。というわけで次回続きやるかな。これもう俺この日本の話クソもんなかったんだけど指紋の話とこの老人のやつクソほどもんなかったけど、まあいいや。じゃあまた次回お会いしましょう。そんじゃあね、バイバイ